吉田さん、やっぱ綺麗ですね、景色ね。そして今こうやってスマホですごく綺麗な景色が撮れるからいいですね。やっぱりちょっと昔じゃ考えられなかったって言えば当たり前なんですけども、どんどん世の中良くなってるなってことを感じます。ではいろんなね、スマホみたいなもんが出てきて便利になったり、インターネットが日本全国に張り巡らされてすごく使いやすくなったりして、世の中良くなってるはずなのに、なんで個人的な暮らしが悪くなってる人はいるのかなということなんですけども、これはやっぱりお金の問題が深く絡んでるんでしょうね、きっとね。お金が自分の使う分自動的に供給されたら、多分頭の痛い問題ってのはほとんど消えるんじゃないかなと思いますよね。もちろんお金で解決できない問題もあると思いますけども、お金で解決できない問題は多分誰にもどうにもできないような問題じゃないですかね。それでね、なんかこう遺産相続とかで人って揉めるじゃないですか。だからお金なんてあるから揉めるんだっていう風な意見もありますけども、あれはお金があるから揉めるんですかね。多分遺産相続で揉めるってことは、お互いに愛情がないから、愛がないから揉めるんじゃないかなと思うんですよ。自分が多く欲しいとかね、あいつにはやるもんかっていう風なね、そんな気持ちから揉めるんであって、お金があるから揉めるんじゃないような気がするんですよ。ですからどんな時でもおかげさまとかお互い様とかね、感謝とかそういったものがなくてはいけないのかなと思うんですよね。でその気持ちがあれば、多分お金って稼げちゃうんじゃないかなと思うんですよ。おかげさまとかね、恩返しの気持ちとか感謝の気持ちとかがあれば、誰かのために何かしたい、自分のために何でもかんでも自分に有利なようにっていうふうにがめつく考えると、やっぱり寄ってくるものも寄ってこなくなっちゃうと思いますけども、まあ自分のためでもあるんだけども、でももう自分一人が良ければいいよねじゃなくて、やっぱ四方八方丸く収まるように、そして多くの人が納得していただければ、まあそれも感謝と恩返しでお金が集まってきやすいのかなと。だからこういう例があるんですよ。お金に困ってる人がね、お金を貸してくれって言うからね、いろんな、YouTube やってる人とかね、ブログ書いてる人にメッセージを送るんですよ。あ、この人金持ちそうだなと思ったらね、すいませんけどお金貸してくれませんかって。で、まあ貸さないじゃないですか、そんな誰か分かんない人に。で、貸さなかったら、ものすごくね、罵倒するようなコメントをね、コメント欄に残していくんですよ。だから、そういう人には、やっぱりね、お金、誰も貸したくないですよね。なんだこの人、頼まれたお金を貸してくれっていうことに同情しなかったらこんな人になるのかって、ああ貸さなくてよかったみたいなね。でどん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 悪口を言う人は評判を落として、ますます誰もお金貸してくれなくなるというね。でもやっぱね、心根の気持ちいい人は、あ、この人が困ってる時には何か手伝ってあげたいなとかね、この人が何か新しい挑戦する時は応援したいなと思ってね、なんか少ないけどこれどうみたいな感じで助けてもらえるんじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱりこう自分さえ良ければいいみたいな感じじゃなくてね、みんながどうやったらうまくいくのかっていうふうな気持ち、つまり愛情がお金を引き寄せるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん他の要素もありますけどもね、お金がない人が愛情に薄いなんていうことはないと思いますけども、でもやっぱりお金が欲しいのに集まってこないってことは、何か自分に原因があるんじゃないかなって思った方が、考えやすいのかなと思うんですよ。腐ってぶっきらぼうになってもしょうがないですからね。でまあお金っていうのは誰かの役に立ったらその恩返しでもらえるものかなとも思いますしね。だからいい情報商材っていうのは人の役に立ってるんではなかろうかと思いますし、情報商材が売れるってことは販売者が、やっぱ尊重されてるってことなんだろうなと思うんですよね。まあそんな感じでね、今日も営業開始です。おはようございます。いってらっしゃい。